里崎チャンネル。じゃあ、さあ今日はですね、那須さんとの第2弾コラボ企画。ありがとうございます。ちなみに那須さんの動画の方にも里崎出てるんで、皆さんチェックしてみてください。はい、ぜひよろしくお願いします。でもちょっと一発目に、はい、那須さんに言いたいことがあります。はい、ちょっと文句があります。何ですか？同じコラボで、はい、なぜ那須さんの動画のとこだけ100万回回るんやっていう。すごくないですか？いや、本当にすごいですよ。本当に里崎さんのチャンネルの皆様、アンドレス・イニエスタに勝った男ですよ、野球界で。いや、イニエスタに勝った、はい、勝ったなぁ。イニエスタにね、本当にありがたいこと。100何十万再生っていう。今、だからあとは敵は大久保嘉人選手だけですよね。那須さんのサッカーチャンネルで1位の、はい、動画再生1位は大久保選手なんです、はい、そうです。僕最初見た時に、はい、あ、自分のやつ見るじゃないですか、はいはい、あ、那須さんのやつめっちゃ回ってるし、はい、なんかツイッターとかネット結構なんかすごいいいよいいよってバズってるから、はい、いいやんって言って、あ、URL 載ってるやん、はい、って言ってポッと押したら那須さんの方入っていって、あ、那須さんの方のとか、あ、そうですそうです、那須さんのやつ、え、めっちゃ回ってるやんみたいな。あれよあれよと、もう100万回再生いって、もうね、もうありがたいよ。しかもまだね、ちょっとネットの中ではなんかすごい面白いっていう、はい、まだまだ全然伸びてますからね。え、はい、あれやばいっすね。いや、本当にやばいっすね。え、はい、ということで今日、まあ、ご好評につき、はい、だから定期的にやりたいっす。いや、やりたいっす。定期もうね、はい、そんなやっぱ異文化じゃないですけど、はい、いろんなスポーツで重なり合って、はい、でそのサッカーファンの皆さんも、はい、野球ファンの皆さんも、もしくはね、他のスポーツの皆さんにも、知らないことを知ってもらうことによって見る楽しみもできるし、いや、そうですね、はい、これをサッカーファンの皆さんも僕に触れることによって、うん、あ、野球そうなんや、じゃあちょっとやってみるから見ようかな、あ、面白いなと思ったりとか、うん、野球ファンの皆さんも那須さんとの話で、あ、サッカーそうなんや、あ、ちょっと見てみようかな、うん、あの話ってこれなんや、面白いなっていうのもあったりしたら、うん、多分楽しみが増えるんで、そうですね、ね、より楽しみを増やすためにも、うん、ちょっと継続的にね、継続的に、はい、里崎さんの切り口、うん、素晴らしいっすもん。本当にサッカー解説を里崎さんにしていただきたい。その代わり僕のフォローが全面的に必要です。絶対的にフォローが必要です。そうだからね、はい、今度那須さんとサッカーの試合を、僕が素人目線解説、はい、那須さんがプロ目線解説フォローっていうのを一回ね、はい、生でやろうっていう企画なので、本当に、はい、なんであそこにやらないんですか、めっちゃ空いてますよとか言って、ね、はい、そうなんです、なんでファールしないんですか、なんでカードもらわないんですか。ちょっとデンジャラストークを那須さんの動画でしてるんで、ちょっとチェックしていってください、はい、ぜひお願いします。概要欄に貼ってるんで、はい。さあ、せっかく今日はですね、はい、まあプロ野球も開幕して、はい、まあ、J リーグも開幕するということで、はい、いつも僕は不思議に思ってたんですけど、はい、僕はもう開幕前が本当に地獄なんですよ、はい、解説者は野球の、はい、なぜかというと、はい、地獄の順位予想をしなきゃいけないっていう。ああ、はい、だって始まってもないのに、はい、あなたのチーム最下位ですって言われるっていう、うん、もう地獄じゃないですか。地獄です、ね、ファンの人にとっては。いや、本当に地獄だと思います。ファンの人はね、はい、自分たちのチームを今年はいけるってね、はい、妄想を広げて、はい、この選手がこれぐらい打つ絶対打たへんのにね、はい、妄想を広げてその数字をイメージしながらやるわけじゃないですか、はいはいはい、阪神なんて今年は120試合ですけど、はい、開幕した時点でマジック120っていうね、はい、商店街に掲げるっていうのもありますし、はい、地元に密着した解説者の皆さんは、はい、全員の勝ち星足すと100勝を超えるっていうね、はいはいはい、とこもありますけど、はい、褒めるとこは喜ばれるんですよ。あ、はいはい、でも6位とかにしちゃうともうボロボロっすよ。ボロボロっすね、あいつは何も分かんない。で、しかも一番謎なのが、はい、ガチガチの本命やると、はい、つまんないって言われるんですよ。あ、何やさすがにね、つまらん、誰でも言えるよって言われて、今年は僕中日を1位予想してて、はいはいはい、ずっと B クラスだったので、はい、でちょっと変わったことやると、はい、もう人と違ったことやって、はい、なんか逆張りでトリッキーなことすればいいと思ってる話題性だけやろうって、はい、で何が正解やねんっていう。まあそうですね、まあ、地獄なんですけど、はい、でもなんか新聞とか読んでても、はい、サッカー界の人たちって順位予想してるのはもう見たことないんですよ。見たことないですね。 あっても優勝予想とか、そうですね、ざっくりありますね、うん、優勝予想とかはありますけど、 J118 ですか？18チームです。18チームあるじゃないですか。はい、なんで18順位予想してないんですか？18チームですか、はい、なんでですかね。なんかあんまり下位予想してしまうと、うん、なんかちょっと叩かれるみたいのが、いや、叩かれてます。一緒ですよ。なんていうんですかね、なんか野球界ってでも順位予想しても叩かれて
ますけど、めっちゃ刺されてますよ。あいつ分かってねえとか、はあみたいな、あいつしかも好き嫌いでやってないのに、あいつ絶対俺らのチームのこと嫌いなんやみたいな、はいはいはい、もしくはあの監督嫌いやからいつも低いとか、はいはい、いやいやいや、そんなんでやってませんよ。もうめっちゃ叩かれるんですね。あ、でもなんか順位予想しても現場に復帰って全然あるじゃないですか。そうですね。なんかあんまりそのサッカー界に対してこうなんていうかな、あんまりマイナスなイメージ、サッカーの場合ですよ、うん、言い続けるとサッカー界の復帰が途絶える。そんなことで。だってもう明らかに弱いチームあるじゃないですか。はい、まあ明らかに戦力的にありますよね、はい、もう見て、はい、無理なところがね、下位予想されて、いや文句あるんかっていうね、それだと強いところ見せてくれって話じゃないですか。じゃあちなみに、はい、優勝はどこですか、今年。ですね、僕あ実際4チームなんですよ、僕。いや、いつものやみたいな、いつものやみたいな顔せんでください。あの、実際あるんですけど、その中でまあ大本命というのはまあ、ヴィッセル神戸です、はい、やっぱ強いですか。強いっていうか、もう根拠がしっかりした根拠なんですけど、はい、それは、まずはそのやっぱ優勝してるするチームは条件が必要なんです、はい、何個かの条件がああの揃ってないといけないんですよ。それいいですね。それちょっと僕もそしたら野球も優勝するために条件あるって言えるんですか、はい、ちょっと学びたいです。ありますか。で、よかったそんな言ってもらえるんだって。で、条件っていうのはまずは、まあ、昨年度覇者、はい、まあ、J リーグだったり天皇杯だったり、その勝者のメンタリティ、勝ち癖っていうのがまず大事で、それで、まあ、優勝経験ある選手が何人かいるとかいうのも勝者のメンタリティを持ってる選手なんですけど、それがチーム全体に浸透するっていうのが大事なんですよ、勝ち癖っていうのが。それでヴィッセル神戸は天皇杯優勝してます、うん、でゼロックス杯って、うん、昨年度の J リーグチャンピオンと天皇杯チャンピオンがいるので、そこでも勝ってます、はい、横浜 F マリノスやってるんですけど、うん、でそこの勝ち癖メンタリティっていうのがまずが、みんなが持ってる、全員チームが持ってるのがいいっていうのと、うん、あとその実績ある選手たちがいますよね、うん、まあ、それこそ有名なイニエスタ選手、外国籍もそうですし、日本代表、あ、まあ、日本人では酒井宏斗選手とか、うん、山口蛍選手、うん、であのバランスがすごく攻守においてものすごくいいんですよ。で、誰かが規律を乱すとか、うん、そういうのが、まあ、僕実際いたので、うん、そういう規律を乱すっていうこともない、うん、あとかつ監督絶対的に大事なんですよ、マネージメント力、うん、それは日本人選手のマネージメント力と外国籍選手のマネージメント力が長けてるんですよ、うん、だから調和が取れるんですよ。であと競争もさせる、うん、外国人選手も外すときは外しますし、うん、全然ベンチ外とかもしますし、うん、コンディション悪かった、うん、だからあのマネージメント力もあるので、もう今年ヴィッセルもう優勝するんだったら今年しかないと思ってるぐらい、もうこのタイミング、ここで優勝を築ければやっぱ上昇チームと言われて、うん、またあの来年度もっていうあると思うんですけど、うん、まあ忖度じゃないですよね。はい、忖度じゃないですよ。忖度じゃない、ヴィッセルにいたから。忖度じゃない、忖度じゃない、すごいなんかヴィッセルのすごいとこばっかり思いましたけど、いたからじゃないですよね。いたからじゃないです。忖度じゃないですよね、はい、事実ですよね。事実です。客観的に見ても、はい、やっぱ結果として、まあ、ゼロックスさんとか見てるので、はい、好調横浜 F マイナスに対してもやっぱり勝ったので、はい、まあ、PK 戦でしたけど、はい、あれを見ててもやっぱり、あとはまあ日程面だけなんですよ。日程もなんかこう25週で33試合とか、はい、すごい過密になるじゃないですか。過密で週2ペースで、これどうなんですか、サッカーもう選手だったら。このいやもう最悪ですよ。だって週2とかで必ず会ってきて、はい、あとなんかカップ戦もあるんですよ、ね、あります。カップ戦、ルヴァンカップと、はい、天皇杯っていうのも入ってきますし、ACL って、はいはいはい、強い、うん、昨年度の順位 3チームですかね、4チームかが参加するんですけど、それも入ってくるチームもあるんで。週3とかはあるんですか。え、週何、週2です、ね、プロだと最高週2ですか。週2です。週3持たないです。週3ぶりなんですか。はい、で、連戦2試合目までは動くんですよ、体が、はい、1試合目までやるじゃないですか、はい、で2試合目って、意外となんか、2日3日でも動くんですけど、はい、その3連戦目からはもうしんどいです。それも多分野球界だと、はい、まあ、キャンプちゃんとやってねえからだよって言われるんですけど、それサッカー界言われないですか。言われないです、言われないです。キャンプやってねえからだよお前ちゃんとお前って言われないですか。言われないです。野球界だと 100% 言われるんですよ。 100% 言われるんですか。はい、ちょっと夏場とかバテてきたら、はい、キャンプやってねえから走り込みが足りねえんだよとか、はい、キャンプちゃんとやってねえからバテるんだよって言われるんですけど、はい、サッカー界ないですか。ないです。いや、それじゃ足りないんじゃないですか、3試合いけないってことは。しかもやっぱ準備期間が今年、はい、ないですもんね。はい、全然ないので、しかも過密になるので、はい、そのどうしても、その準備期間なかったっていうのも考慮されますし、もう連戦3戦目からやっぱきついっていうのがあるので、うん、あと怪我人とかも絶対出てくるので、うん、
そこら辺はちょっと、そしたらビッセルも危ないんじゃないですか。危ないかもしれないです。だからそうなってたも大事ですよね。そこは大事。だってイニエスタもずっと出れないですもん。出れないです。だからそこだけなんです。もう本当にイニエスタがまあ我々ずっと出れればもう間違いなく優勝するとは思うんですけど、でもまあ11人ではもうサッカーできないので、まあ、この日程を考慮したら、はい、この一発あるんちゃうかっていうクラブあるんですか。ですね、日程を考慮したら、一発で言うと僕柏レイソルだと思うんです。レイソルですか。はい、サッカー的に見ても、うん、サッカー的っていうのはその一つ聞いですか、はい、レイソルはいました。いました。そんなことありません。いや、っていうのは、その上位のチームは ACL っていうのが入ってくるんですよ、はいはい、それこそヴィッセル神戸、横浜 F マリノス、はい、FC 東京とか、はい、で、そこはやっぱ日程的な部分、いくら層厚いって言っても、うん、日程がきついとどうしてもその日程の中で、勝敗がやっぱ左右されてくるので、で、ACL 出てるチームってどうしても最初、いつものシーズンであれば失速するんですよ、うん、ACL ってチームは、うん、で他のチームがあの上にグッていって、で夏場以降からあの実力があるチームはこう上ってくるんですけど、だからそういうのを考えたら、まあそこの3チームは日程面は、まあ、本当にちょっとクリアしないといけないところかなと思いますけど、その柏レイソルに対してはサッカー的にも、まあ、昨年度 J2 で上がってきて J1 なんですけど、まずその候補の要素としては忖度じゃない理由としては監督が、まあ、ネルシーニョ監督、はい、でまあ、まあ名将がいるんですけど、うん、でその監督で2010年、11年も J2 から上がってきて J1 優勝って、ね、うん、成し遂げてるんです、うん、今シーズンも J2 から上がってきてっていう、まあ、その同じ再来かっていうところで、あとサッカー的にもその今オルンガっていう選手がいるんですよ、うん、もうすごい身体能力高くて、うん、でその選手がもう1人でもゴール完結できちゃうと、うん、で前2人とかクリスティアーノ選手とかエサカ選手とかもう攻撃アタッカーでいい選手がいるんですよ。その 2,3 人で攻撃が完結できる、で後ろは他で守ればいいっていう、うん、きっちり守ればいいっていうので、うん、サッカー的にも体力を使わないんですよ、うん、前がゴール取ってくれて、うん、後ろが守る、うん、でフロンターレとか上げたかったんですけど、パスサッカーなんでみんなが動かないとやっぱりいけないんですよ、うん、だからそういう日程面を考慮したらそういうサッカーで、で、まあ名将ネルシーニョ で、うん、でオルンガ、その当時もレアンドロ・ドミンゲスっていうすごい選手がいたんですよ、うん、同じようなサッカーなんですよ。だから今そういうオルンガっていう選手がいて、レイソルあるっすね。レイソルは僕あると思うんですよね。じゃあここだけは絶対ないっていうとこ聞きましょうか。ここだけは絶対。もう野球の一番苦しいのは、僕もね、優勝候補でいいんだったら、はい、あのもう中日ジャイアンツや広島かな優勝候補って言うんですけど、はい、やっぱ最下位で決めなきゃいけないじゃないですか、はい、あの最下位予想しましょうか。むっちゃ叩かれそう。これは殻を破るとかじゃなくてむっちゃ戦ってた。いや大丈夫です、こう殻を破るんですよ。これはもう、あの里崎さんのご指名なので、はい、まあ最下位で言えばやっぱ戦力的に、はい、J1 慣れしてないっていうところで、あんまり言いたくないですけど、もうめっちゃ怒られそうなんで、もう本当先にごめんなさい言ってきます。横浜 FC かもしれないですね。あー横浜 FC、はい、っていうのは一つでいいですか、はい、横浜 FC ユニフォーム着てるんですか。着てないです。あーやっぱり違います。やっぱり本当にもうカズさんとかもワンツーとかいっぱい、中村俊輔さんとかいっぱい知ってる人いいですよ。もうだから横浜着てないですよね。はい着てないです。応援はしたいんですけど、まあ、その J1 の舞台に慣れてないというところで、あ、まあ、理由を言えばですよ。で、ま、前も J1 上がってきて、まあ、降格してしまったんですけど、うん、どうしてもやっぱ戦力的な部分で J1 慣れしてる選手っていうのが少ないっていうので、うん、まあ、そこは なかなか苦しいところかなって、まあ、どうしても僕もだからセリーグはヤクルトが最下位って言ってるんですよ、はい、でもそこはもう若手が多いんですけど、はい、やっぱ今じゃないって言ってるんですよ。あ、そうですね、はい、これから成長していかなきゃいけないんで、うん、まあ、今年は最下位かなって言ってるんですよ、うん、じゃあこの横浜 FC が、はい、やっぱりその、まあ、今年は降格ないですけど、はい、あったとした場合、はい、この降格圏内を脱出するためにはそれやっぱり FC がいきなり優勝っていうのは難しいじゃないですか。そうですね、はい、この降格圏内を脱出するとする順位まで上げるとしたら何が必要ですか。それはもうチームの輪ですね。もう絶対的な、うん、もうチームワークです。もう絶対的にそれが取れればですよ、もう全員守備、全員攻撃、うん、もうそれしかないと思ってます。それでみんなが調和が取れて、そういう、なんていうんですかね、戦力的というか、もう慣れてない、うん、でもベテランのその経験値がある方々いるんですよ、うんうん、だからその方々とかが引っ張っていく、で、チームの規律をもうやっぱ
みんなチームとして和として戦う、うん、でそれでも少しでもバラバラになると、うん、やっぱり個がすごく突出した選手っていうのはもちろんすごい選手と日本人ではいるんですが、うん、でもまあ例えばそのレイソルで挙げたようにオルンガみたいな、うん、もう絶対的なフォワードがいるとか、うんうんうん、そういうのじゃないので、やっぱそういうチームはやっぱ全員守備、全員攻撃しないと間違いなく難しいので、1点をみんなで取って、みんなで守りきるとか、まあ、そういうのができれば、だからシーズンの中で構築していくしかないですよね、はい、それができればです。なので、やっぱ、再開してから、最初はやっぱ苦しむと思います。だからその中で、勝敗の中で、まあ、勝つかもしれないですし、負けるかもしれない、うんうん、でも、じゃあ負けた時にどういうメンタリティで、みんなでじゃあそれを糧にどうやって進むみたいな、それが1シーズン、1シーズンできれば絶対的に脱出できます、はい、脱出も強いチームもいれば調子が悪いチームもいましたもんね、はい、両方いたんで、うん、まあ、降格も経験ありますし、うん、J1 優勝もありますし、うん、どっちもしたことあるん で、うん、でそういう、なんていうんですか、戦力的に恵まれてるチームと恵まれてないチームっていうのは あるので、はい、僕素人目線で、はい、横浜 FC の勝ち方思いついたっす、今なんですか、ペナルティーエリアの近くで、はい、もうわざとファールもらって、はい、で俊介、中村俊介にフリーキック蹴らして、はい、それで点取っていく作戦一番効率よくないですか、効率はいいです、効率はいいです、もうだから逆にそれを前面出すと、はい、多分ファール、はい、これファールしたら中村俊介に蹴られちゃうから、はい、ファールできないななんて当たりが弱くなるじゃないですか、はいはい、弱くなったらシュートみたいな、はいはい、もうとにかく最初はもうあのペナルティーエリア付近のいい角度のところで、はい、もうファールもらうように攻めるっていう、はい、こうどうですか、こうあるんですか、こういう戦略あるんですか、あるんですか、こういう、まあ、なくはないですけど、はい、なくはないですけど、まあでも点っていうよりフリーキックもらう、あ、フリーキックもらって、そう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 、セットプレーとか、はい、その直接的なところでもらうのってなかなか難しいんですよ、うん、相手もあの守備の方もそこではファールをしないような守備の仕方してくるので、うん、だからその付近でっていうのはありますね、うん、そういうなんかセットプレーで、うん、だからセットプレーであの練習を多くするっていうのはよくありますけど、うん、だって世界一って言われてますもんね、いやすごいっすよ、フリーキック、あ、やばいっすか、やばいっすよ、それでこそ何度か僕のチャンネルで言ったことあるんですけど、うん、中村俊輔さんがワールドカップ、日韓の時ですかね、落選した時、うん、その後の練習で、まあ、一緒にやらせてもらったんで、そのタイミングでフリーキック練習してたんですよ、で、フリーキックのボードあるんですよ、人形型の、 あれを立てて、実際のキーパーを立たせて、蹴ったんですよ、うん、10本中何本入ったと思います、8本ぐらいですか、いいとこつきますねだいぶいいとこつきます、ね、危ない、当てられないでよ9本です危ないっすでも僕、フリーキック思うんですけど、はい、まあ、壁あるじゃないですか、はい、もし、じゃああのキーパーから向かって左45度ぐらいから打つとしたら、はい、壁へ立つじゃないですか、はい、でキーパーゴールの右にいるじゃないですか、はいはいはい、でなんであそこ右にいるんですか、真ん中じゃダメなんですか、まあ、あのそれが程よいポジションで、あと 見えないんですよ、ボールが、あ、壁になって 壁が、うん、はい、なので見える位置で、うん、ポジショニングをファーでもニアでもどっちも、うん、まあ、どちらかというとニアをあ、まあ、その壁がジャンプしてもらってとか、うん、で今でこそその下にもこう倒れてみたいなのも作ったりするので、人がなので、まあ、そこら辺は壁に任せる、うん、はい、っていう感じでポジショニング取るんですよね、見えないからですね、あれもし仮にですよ、はい、ゴールに全員並んでたらどうなるんですか、あ、全然ありです、そうするとなんか点入らなくないですか、いや、たぶんゴールに全員入っては関節フリーキックとかあるんですよ、ゴールの中で、はい、でもあそこでゴールに中入っちゃうと多分点入れられやすくなっちゃいます、はい、あのそこでリスタート始まってより近いところでシュートドーンって思いっきり打たれたりするので、なんかそう思いがちなんですけど、そっちよりやっぱそこでの方がいいんですか、はい、未然に防ぐっていう、壁怖くないんですか、めっちゃ怖いですめちゃめちゃ怖いあれここで当てられないのかってやってるんですか、はい、そうですね、胸と股間と押さえたりとか、うん、顔とか、うん、はい、しますけど、でも顔がこれだとハンドになるので、まあ、どっちかというと、うん、そうです、股間とか押されたり、壁で避けてゴールされたら引きますよね、引きます、だから僕壁入ったら人変わるんで、うん、もう俺に当たるねみたいな感じで、うん、絶対当てるんですけど、うん、でも本当に嫌な選手はもうこうやってこうちょっとこう避けてたら説教ないんですか、おらめー避けとんじゃんおらって感じですか、そういうのあります、あれが説教ではなくて、うん、壁に入った時点で避けんのらみたいなのをやってました、うん、やっぱ真ん中きつくないですか、真ん中きついですね、まあ大体壁から壁作って直接振り切るのは2番目ですね、大体ちょ、うん、一番2番目と3番目がめちゃめちゃ当たりやすいです、うん、なんで僕は率先してそこに行ってました、
はい、メンタル強いじゃないですか。いやいや、プレーンだったらですよ。普段はメンタルこんな感じなんですけど、プレーンだったらもうそういうタイプです。もうあの里崎さんじゃないですけどそんな感じになりますけど、終わってから言わないです。何言ってんじゃん俺みたいな、そういうのは言えないです。最中にやります。でも横浜市もそう、もしね、そうでフリーキックでポンポンいけたら、はい、ね、セットプレーチャンスありますし。いや、そうですね、セットプレーチャンスありますし、うん、あとはその、ヘディングとか、もうディフェンスの方で、うんうん、ヘディング得意な方とか、まあ、長身の方とか、そういうのがいるとより一層フリーキックのチャンスがで、得点に結びつきやすいですよね、うんうん。まあ、そこら辺を見ながらね、そうですね、 J リーグも見ていくと、はい、面白いですからね。面白いですね、はい。だからまあこの予想が当たるかどうかですね、はい。だからまあね、外れちゃうとね、はい、もう残念ですよね。そうですね、外れちゃうともう戦われまくるかもしれないですけど、はい、初めて予想したので。そうなんですか。はい、初めてです。いや、これちょっと J が終わるとき、はい、チェックですね。チェックですね。またあの那須さんその時タイミングがなくてもう外れてたら勝手に言ってやろう、これ。那須さん外れた。まあ、ということで、はい、今回はこれぐらいですけど、まあ皆さんもね、はい、これを参考にして、まあ、J リーグもね、そうですね、見てもらうと面白いと思うので、はい、楽しんでください。でした。ありがとうございました。